そう、他のみんなのは乗ってたんですけど、私のだけなくて、そう、マジおもろい。そう。ね、なんかいい表情ができなかったんですかね。そう、いい写真がなかったのかな。撮りたいと思ってもらえなかったということで、はい、これからも頑張っていきたいと思います。でも本当にないんだもん。 あ、いじめられてんのかなって思った。いや、こんなこと言うのよくないけど、いやね、本当にあれなんですけど、そう、私がね、いいパフォーマンスできなかったんだと思います。こんばんは。丸のしすいち美味しくいただきました。お、ありがとうございます。そう、おせんべいなんですけど、めっちゃ美味しいですよね。こんばんは。埼玉で一番まつげ長いんじゃない？いや、多分日本で一番長いと思う。知らんけど。こんばんは。こんばんは。だってチームメイトで一番長いってことはさ、結構47都道府県のから集まってるみんなってことだから、実質日本で一番かな。こんばんは。あ、夏目さん、タワーありがとうございます。なんかハロウィンのやつかな？かわいい。ありがとうございます。やったー、ありがとうございます。今日の写真探してみたけど、圧倒的に凪ちゃん。もうそれはそうなんだろうけど、じゃあ私以外の7人を挙げてるのに私だけないから、本当に、あ、ごめんなさいってなったなっていう話。そう。こんばんは。こんばんは、こんばんは。でも北海道ね、全然なんか寒くないというか、寒いっちゃ寒いんだけど、そう、全然怒ってないよ。来週から激寒です。そうなんだ。こんばんは。今日は暖かかったね。あ、そうなんだ。明後日から一桁。あ、じゃあ、暖かい時に来れたんですね。よかった。ね、でも雨降ったので、ね、見に来てくれた方は、ね、風とか気をつけてください。半袖で大丈夫やった。それは強い。こんばんは。ブブクは何月号なんでしょうか。情報解禁をお待ちください。こんばんは。あ、でもあれか、ブブクのやつ出してからショールームするの初めてか。そう、だから、そうです。ブーブカさんで初水着しました。イエーイ。そう、ツイッターにはあげたんですけど、
そう、どうですか皆さん、どういう、どういう気持ち、どういう気持ち、どうですか、びっくり、おお、どんな心境の変化、え、別に嫌だって言ってたわけじゃないんですけど、水着やりたくないっていう言ったこと一回もないんですよ。そう、水着隠してて、そう、まだ情報解禁してないから隠さないとダメで、そう、モザイクしました。大騒ぎ天国、おお、大騒ぎ天国見るの楽しみ、嬉しい、楽しかった、うん、楽しかったです、めっちゃ楽しみ、おお、嬉しい、ビキニ、ビキニ以外なんだと思う、逆にじゃなかったら、水着素直に言って嬉しいです、そうですよね、そうですよねっていうのもおかしいけど、いや、なんかでも嫌がる人いなそう、やっぱ水着に関しては、すくみず、すくみずね、すごい、すくみず、すくみず好きなんですね、アンケート書かなきゃ、そう、アンケート書いてください、撮影の時寒くなかったですか、ちょっと寒かったかも、なんかすくみず、うん、お便りよりびっくりした、どんな水着、でもなんか最初の初水着だからやっぱなんか結構王道って感じだと思う、どこで撮影？え、全然普通にどことかじゃないです。うん、普通になんか撮影するとこみたいな、そう、なんかいちご大福好きっていうのを調べてくださってて、ブブカさんが、そう、だからいちご大福食べました、そう、あげた写真もいちご大福持ってるけど、そう、旅館っぽかったね、なんかちょっとさ和風でさ、なんかいい感じでしたよね、恥ずかしかった、あ、私じゃなくてあなたが恥ずかしかった、照れた、え、全然照れた、照れたのかな、照れてはないと思う、うん、別にね、うん、恥ずかしいとかはないです。あった方がいいのかな、こんばんは、こんばんは、その後アニちゃんの部分が大量買いしてアンケート受けます、お、言ったな、お、覚えてるぞ、ありがとうございます、出来上がり見てないです、めっちゃ最近撮ったからね、そう、本当にあげた日に撮ったの、そう、そう、別に貯めてたわけじゃなくて、本当に撮ったその日にツイッターにあげたから、もう本当にその日、そうなんだ、そうなんや、早起きしたのはそれだったの、そう、そうなんですよ、早起きでした、早く発売されないかな、ね、そう、いつ言っていいんだろう、とりあえずいつも行く店のブブカ全て買います、お、お願いします、じゃあ毎日
売り切れをね、売り切れを目指してください。ツイッターのタイムラインがざわざわしてたね、なんかめっちゃざわざわしてた気がする。ジャムの綺麗なおへそがついに、おお、知らないやろ私のへそ、私のおへそ知らないのに、私のおへそ知らないやん。ついに来たみたいに騒いでたよ。あ、そうなんだ。へえ、まだとっておきのやつ。なんかマネージャーさんがなんか結構動画を撮ってくれてて、でも動画ってモザイクできないからさ、そう、解禁したら動画出そうかなと思ってて、そう、それまではあのモザイクでいくわ、写真で。なんか動画の方がね多くて、そう、逆に写真があんまりないから、そう、写真もそうでもあるので、はい、ね、動画ナイスだよね。そう、動画撮ってもらってると思ってなかったから、そう、なんか動画も何個かあるので。まだ何が起きても行きます。お、消し方がダイナミックだった。え、そうかな。でもなんか可愛いスタンプで消してみたの最初は、その水着部分をね、そう、デザインとかを見せちゃいけないから、そう、それスタンプで隠してたんだけど、なんかその背景と合わなすぎるなと思って、そう、全然なんか旅館みたいな雰囲気に合わないと思ってモザイクにしました。なんか背景がもっとなんか可愛い感じとかだったら、そう、ハートとかでもよかったんだけど、やっぱこっちちょっと雰囲気あったからモザイクやなと思ってモザイクにしました。こんばんは、こんばんは。旅館にはスタンプ急募待ってます。そうなんだ、そう、そうなんです。なんか誰か、やっほー、なんとなぎちゃんのお母様からチョコをいただきました。なぎちゃんが配ってた。みんなの部屋をあの渡ってって、そうそう、だからなぎちゃんのお母様がそうドイズのチョコをくれました。イエイ、やった、大事に食べよう。かわいい、ほんとね、なぎちゃんいい子で可愛くて、そう、本当に一緒にイベントできて北海道来れてよかった。そうね、ロイズは美味しいね、ロイズ美味しいよね。そう、絶対買って帰ろうと思ってたし、自分もそうだから嬉しい、やった、ロイズ来ました。なぎちゃんのグラビア、あ、EX 大衆、あれって EX 大衆でいいの読み方、未だに分からんのだけど。きゃ、よいしょ、あ、ひっくり返った、よいしょ、EX 大衆か、うん、あれちゃんはどこの雑誌なの？だからブブカです。
クシデント、アクシデント、チッパーの時とかおへそ見えてた気が、あ、そうね、確かに、あ、そうね、へそ出し衣装とか着てるわ、そういうことだそうでした、へそ出してました。こんばんは。あれちゃん、おへそあるの？おへそ、おへそあってもいいですか？ちょっとやっぱおへそないと多分人間として成り立たないと思うんで、ちょっとおへそをいさせていただいてもいいですかね。お願いします。あれちゃん結構セクシーな衣装着てるじゃん。え、そうかな。あ、そうなの。でもこの間の武道館の3日目のやつは、あの、水着かって思うぐらい布少なかった露出多めの衣装でした。面積少なかった、そう、面積少なかったよね。そう、何人かいて、その同じ形の子が、そうね、そうなのよ。武道館のアンクレットが最高に似合ってた、雪に天才、わ、ありがとうございます。そうなんですよね、楽しかったです。あれは良かった。お、良かった？あ、良かったです。アンクレット泣きました。お、泣いたの？嬉しい。感動？感動で？何泣きですか？眉の雰囲気にぴったりだった。嬉しい。もうちょっと髪型も眉さんが卒業する時期にしてた髪型にちょっと寄せてみましたアンクレットの衣装かわいいね。本当にね、衣装かわいいよね。うん、私もアンクレットの衣装大好きです。全おじさんが泣いたありがとうございます。個人的に3日間のセンターで一番良かった。ああ、嬉しいね、そう言ってくれる方がね、一人でもいて幸せです。ありがとうございます。そりゃ楽よ。そうかな。でも別に8でさ、8で別にセンターとかやってた、やってる時もあるわけじゃん。やっぱそういうのとは違うのかな。やっぱ AKB のコンサートでっていうのがあれな気がするね。でもそしたら泣いてるのをバレないように涙を拭けなかった。なんかそう、歌詞みたい。いい歌詞じゃん。ね。ありそう。AKB の歌に。注目度は増すと思いますよ。本当ですか？嬉しい。こんばんは、こんばんは。今こたつに入ってるの？こたつ入ってないです。床に座ってる。いいね。なぎちゃんチョコ配ってるからそろそろ来るかも。え、もう来ましたよあなたが今来ましたね。ってことは、そう、
お、今私の部屋に来た人がバレバレです。なぎちゃんはすでにもう私の部屋に来てくれました。こんばんは、こんばんは。お見通しだ、お見通しだ。またロングのあやちゃんが見たいですね。多分エクステしたいってなる時期また来ると思うから、エクステで髪伸ばします。囲碁覚えられそう。え、囲碁さ、囲碁覚えてるよ。もう覚えるとこじゃない、もうできる。撮影、そのブブカさんの撮影の時に囲碁があって、置いてあってやりたかったけど、さすがに囲碁はなんか違かったみたい。そう、でも囲碁グラビアやりたいですね。わからないけど、ちょっと可愛くないね、なんか良さそう。知らん、わかんないけど、そう、光の碁、そうそうそう、光の碁を見てるときは全くルール分かんなかったんだけど、囲碁のルール。でも5、6歳だったからね、見てるとき。そう、でもちゃんと NHK の番組で囲碁学んでできるようになりました。囲碁めちゃくちゃ楽しいですね。その NHK さんの番組で、趣味時っていう番組でやってるので、小田エリナとハータン、斉藤春菜ちゃんとやってますので、ぜひぜひ見てください。戸籍って白と黒の大きさ違う。そうそう、微妙に違うんですよ。なんか白の方が膨張色で大きく見えるから、白をちょっと小さくしてるらしい。それとなんか同じぐらいになるんだって。領地、そうそう、領地を取る。そう、なんか駒をいっぱい取るってよりは、なんかその領地を増やすみたいな、自分の陣地。スプラやん。そう、スプラって、スプラと一緒。そう、そういう感じ。囲碁フォーカスって番組でも取り上げて、あ、そう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 、囲碁フォーカスもね、させていただいてます。囲碁なんとなくわかるけど、頭使い、めっちゃ頭使う。いや、すごい使えます、頭。こんばんは。モーパイ的な感じでもう囲碁できる。モーパイってあれでしょ、あの麻雀の手触りで牌を当てるやつでしょ。あの囲碁全部同じだから、手触りで分かるとかないと思う。とりあえず囲碁のアプリ入れた方がいいですね。麻雀も分かる。そう、麻雀もやってる。そう、でも麻雀はアプリでしかやったことないから、そう、麻雀もね、いつかちゃんと宅でやりたいなと思ってます。将棋はね、将棋ちっちゃい時やってた。今ルール忘れちゃったけど、将棋はなんとなくわかるよ。そう、麻雀ね、そう、せいちゃんがやってるから、そう、せいちゃんに教わってね、いつかやりたいなと思います。桂馬の動き分かるの、分かりますよ、桂馬。麻雀卓囲みたいわね。ハータンも記憶力いいから強くなる。いや、ハータンはね、めちゃめちゃ飲み込み早くて、やっぱ頭いいんだなって思った。そう、
ちゃん、えりちゃんもね、えりちゃんは、うん、楽しそうでちゃんと分かってるよ。分かんないとかじゃなくて、ちゃんとやってる、うん、ちゃんと理解してるし、ちゃんと楽しんでやってる。小田さんはノリと勢いの人のイメージ、いや意外とちゃんと考えてますから、えりちゃんは。この間鳥取公園の翌日ユーナと遭遇。おお、そうなんだ、よかったね。私も行きました、昨日、昨日だ、昨日大丸東京店さん行って、はい、なぎちゃんと一緒に写真撮ってきました。ファンの人いた、何人かいらっしゃいましたね。うん、でも女の子とか、なんかお母さん世代の方も見たりしてて、あ、すごい年齢層広いと思って感動しました。そうなの、でもやっぱ分かってくれたみたいで、私と凪ちゃんメンバーだってなって、そうだから「ほっ」みたいな、そう結構視線は感じました19日の公演前、あ、そう、あ、19、20だっけ、19、20は K 公演です、お願いします。あやねちゃんのパネルは1階です、みんなそこにある。19、20もチーム K 公演頑張ります、ぜひ来てね。2日連続で K 公演初めてなのでちょっとドキドキしてますが、ぜひ一緒に楽しみましょう。さかがり足で地面を蹴って19外れた、 APN 泣いた。雫公演ね、やりたいよね。でもやっぱみんないろんなとこでやってるから、活動してるから揃わないね。そりゃもう、もうなんかね、もうスケジュールが合わないのかな、多分わかんないけどね。雫もやりたいよね。今日のコーデのポイント、今日はセットアップです。今日のコーデはセットアップになります。よいしょ、よいしょ。白いパーカーに白いズボンで白白です。イエーイ、白こんな感じです。いい、そう、白白なので今日はめっちゃ白い子です。セットアップはいいよね、セットアップ大好き。それジャージ欲しい、ジャージ、イエーイ。写真あげたよ。え、あ、嘘、ごめんなさい、なんかそんなつもりじゃなかったんですけど、ありがとうございます、ありがとうございます、すいません、全然冗談なので気にしないでください。パ
パーカーでそう、パーカーもねめっちゃ可愛いけど、やっぱジャージ、チャックついてるジャージ可愛いなと思ってます。そう、セットアップ可愛い。今年の冬はねちょっとストリート系と言いますか、ちょっとフリフリをねお休みしようかなと思います。いや、フリ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 というか、まあ、普通にヒラヒラもするんですけど、うん、こういうなんかカジュアルなのも好きなのでそう、パーカーとトレーナーどっちも着る、どっちもいいよね。グレー、そう、でも一周回ってグレーが可愛いなと思っていたり、ワンパク系、ワンパク系、ワンパク系になる、ワンパク、こんばんは、こんばんは。ストリートいいね。そう、ストリート系ちょうどボブだし、そう、やっぱボブしてるからにはそう、ストリートもね、そうやっていこうかなと思います。ニューエラ、ニューエラ、ニューエラ、ニューエラはあんまり持ってないな。ワンパクでもいい。いや、ワンパクじゃないです。ひーちゃんがよく出てるミニに乗っているような、ん、野球帽を横向きにかぶる系、うん、それはやんちゃ、やんちゃ野球少年だね。やんちゃ野球少年や。こんばんは。こんばんは。グラサンに金ネックレス、やばそれはダサい。こんばんは、こんばんは。海鮮丼、まだね海鮮食べてないです。海鮮は明日。七瀬の YouTube 見ました7センチ、いや、めっちゃ癒されるねあれ。そう、しかもさ、なんかご飯一人で食べる時とかさ、あれつけとけばなんか一緒に食べてる感じになれそうでいいですね。そう、お寿司、そう、海鮮はね明日食べます。あれさ、どんな服が好き？私服。そう、なんか最近はそうストリート系行こうかなと思ってます。そう、そうだね。あとはやっぱり、うん、ショートパンツ、ショートパンツ履きたいな。そう、七瀬の YouTube 一緒にお酒飲みに行ってほしい。 いつか絶対出ると思います。出ます。そう、予定はないけど、そう、やっぱ普段からね一緒にご飯行くので、うん、そんな感じになると思います。海鮮丼、これは外せない。サーモン、サーモン好きなんですよ。サーモンがいいかな。ヘベレケ配信、ヘベレケって何？ヘベレケってよくわからん。ヘベレケって今も使う？イクラもし、あーいいですね、イクラもいいですね、イクラも大好き。
いくらっていくらでもいくらじゃん。いくらっていくでもいくらでもだわ。いくらでも食べれるよね。全然ダジャレになったはず。ダジャレダジャレになっちゃった。気まず気まずい。まずいそう、でもみんなも使っていきな。うん、いくらっていくらでも食べれるよねって、使っていきな。面白いよって言われると逆に気まずい。気まぜと、おじさんが使うと本当に寒いから。なるほど。だって、センベロ？センベロ知らない。いくらだけに、はーい、はーい、いくらと、はーい、晩酌する？しないです。明日もあるので晩酌はしないです。明日帰るだけとかだったらね、してたかもしれないけど。とくちゃんにあれちゃんのグラビア見せたいね。見せます。発売されたら渡そう。いくらちゃん、あ、そういうことか。サザエさんね。あ、はーいってやつね。いくらちゃん、いくらちゃん、そうね。はーい、こんばんは。こんばんは。ちゃくちゃんも言葉を一回失うと思う。え、言葉を失ったんですか？ブブク発売したら鑑賞会するの？鑑賞会？ショールームで？お、いいですね。しようかな。じゃあみんなも買って一緒に見ましょう。失いました。確かはカクテル有名。あ、そうなんだ。へえ。こんばんは。こんばんは。劇場公演に行っているアニちゃんが頭から離れます。あ、嬉しい。ぜひぜひ離れないで行きましょう。12月に舞台やるんだね。そう、そうなんですよ。そうね、そう、12月舞台やるので、ぜひみんな見に来てください。お願いします。はい、ということでそろそろ終わりにしようかなと思います。
ランキング読むです。13位まさみくんさん、12位お父さん埼玉さん、11位44923さん、10位のりあえね大福さん、9位ネスカフェさん、8位清水さん、7位ショートさん、6位ヤスさん、5位わたあめさん、4位谷さん、3位 YSA73 さん、2位桜のお友達さん、1位夏目あえね大福さんです。ありがとうございます。ではまた明日、明日も楽しみましょう。バイバーイ。